はい、今度はラックについてですね。ラックの組み方なんですけども、基本的に全部密着するように組むのが、基本になります。でどう浮いてるかというとですね、こう当たった時に、当然ここの1番と2番、1番と3番に隙間があるとかなり力が食われてしまいます。また2、3と10番ですね、ここが離れてるとこれもまた力が食われてしまいますし、逆に跳ね返りが大きくなってしまうんですね。ちょっとその仕組みは今一つまだ解明しきれてないんですけども、跳ね返りが大きくなって、2番3番が、かなり大きくですね、こう上の方に上がってしまうケースが多くなります。でまたこのつながりですね、この縦のつながりがないとちょっとこの跳ね返りが弱くなりやすいので、ここの両端の縦のつながりですね。でまたこの10番ですね、10番の下の球、この球も浮いてると10番が変に流れて力がロスしてしまったりします。そうですね、基本的に全部つけるのが大事なんですが、全部が無理な場合、この列の中ですね、 2,3 の間だったり4,5、ね、10番の横でここのそれぞれが、ちょっとだけ浮く分にはそれほど影響はないかなと思います。この縦ですね、縦が浮いているとかなり影響が出てしまう。でちょっと試しに10番の上を少し浮かしてやってみます。はい、今あえて、10番ですね、10番を少し摩耗して小さくなったボールを使ってますので、2番3番と10番が、間が空いてしまっています。そうなると2番3番が少し上がりやすい、同時にちょっと割れがかなり鈍くなるので、こう向かう前に途中で蹴られてしまう可能性も高いです。そうですね、全然チリが鈍かったですけども、コース自体かなり上の方に向かってきたのが、見て取れたかと思います。はい、今のような、ラックですね、ラックが浮いてしまっていたりすると、明らかに違った動きをするので、もちろん当て方つき方すごく大事なんですけども、ラックもすごく重要になりますので、微妙にずれてるところだったら、ブレークの当て方で修正できるんですけども、かなり大きくずれてしまってる、散らないっていうのは、まずブレークショットの前にラックですね、ラックがちゃんと組めていないので、縦の列が必ず密着するように、ラックを組んでみてください。はい、最後に、今回ブレークしてきて、この台の癖もだいぶ分かったので、理想的なブレークにトライしてみたいと思います。そうですね、今見た感じだと、3分の1ポイントぐらいですね、3分の1ポイントぐらいにずらした位置からついて、1番こっちに運びつつ2列目のどちらかが入って、手玉センター付近に止まると。で、4列目の中央7番も比較的こっち向かいやすかったと思います。であと9番ですね、9番も入ってくれたり、穴前付近に向かうんではないかなと思います。今逆に6番がフォークションで入りましたね、かなりいい形だと思います。2番が入って1番穴前で手玉ちょっと蹴られちゃいましたけども止まる、
まあ、こういった形のブレークが、安定してつけるようになれば、難しい点ボールも、マス割りの率、かなり上がって、有利にゲームが進められると思います。本当台によって微妙な癖があるので、まあ、まずは狙った通りに当てられるように、で次は、まあ、それによって動きを見極めて、微妙に手玉の位置を変えたりスピードを変えたりですね、動点を変えたりしてコントロールできるように練習してみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。